ミハイル・テレシチェンコ、ミハイル・ユワノビッチ・テレシチェンコは、帝政ロシアの資本家、政治家。ロシア革命後成立した、臨時政府で、蔵省、外省を務めた。1886年3月18日、ロシア帝国領であった、ウクライナのキエフに生まれる。聖火のテレシチェンコ家は、革命以前、ウクライナの大地主で、砂糖工場経営でも知られていた。 ミハイル・テレシチェンコは、キエフ大学、ライプツィヒ大学をそれぞれ卒業後、1910年、フリーメイソンに加入し、アレクサンドル・コノバノフ、アレクサンドル・ケレンスキー、ニコライ・ビサリオノビッチ・ネクラーソフ、そしてイワン・エフレーモフと並ぶロシアフリーメイソンの巨頭の一人となった。テレシチェンコは、第四国会で、国会議員に選出される。 彼はロシア進歩党に近い立場であったが、国会では無所属の立場を取った。また1912年から1914年まで、ペテルブルクで新出版社の社主を務めた。1914年第一次世界大戦が勃発すると、戦争中は赤十字病院の組織化に携わった。1915年から1917年まで、 キエフ地区の軍事産業委員会議長や全ロシア軍事産業委員会副議長を歴任した。多くの資本家同様、訂正に対して不満を抱いていたテレシチェンコは皇帝ニコライ二世打倒に参加する。1917年ロシア革命により3月2日、ゲオルギリボフ公爵を主犯とするロシア臨時政府が成立すると、テレシチェンコは大倉大臣に就任する。 ケレンスキーやネクラー・ソフラと共に社会革命党などとの連立政権樹立を目指し活発に活動した。1917年4月、パーベル・ミルコーフ外相が辞任すると5月5日公認の外相に就任する。しかし、テレシチェンコは戦争継続をめぐり戦争継続を主張し戦争継続反対派であったアレクサンドル。 ボルコフスキー陸将と対立した。1917年10月26日ボリシェビキが武装放棄をし、テレシチェンコは臨時政府の閣僚たちと共にボリシェビキに捕らえられ、ペトロパブロフスク要塞に遊兵される。1918年春、要塞を脱出することに成功したテレシチェンコは、ノルウェーを経て、フランスに亡命した。テレシチェンコは、 白軍の支持者となり、ソビエト政権に対する干渉やロシア内戦に関しても支持をしていた。その後、1920年代から1930年代にかけては、フランスとマダガスカルで金融関係に携わり、1956年4月1日、モナコで死去した。ありがとうございます。